キャンディス、ヘレイン・キャメロン・ブレは、アメリカ合衆国の女優である。シットコム、フルハウス及び同作スピンオフ、クラーハウスの DJ トナー役で知られる。兄は、俳優のカーク・キャメロン、夫は、ロシアのアイスホッケー選手、ワレリー・ブレである。キャンディス・キャメロンは、カリフォルニア州ロサンゼルス市、パノラマシティ地区に、ロバート・キャメロンとバーバラ・ボー・スミスの三女として生まれ、兄、 カークの俳優活動を追うように彼女も女優の道を目指すことを決心した。当初は多くのコマーシャルに出演したが、すぐにストリート、エルスウェア、愉快なシーバーや、フーズ・ザ・ボスなどのドラマにゲスト出演した。1986年10歳の時、フルハウスの DJ のオーディションに呼ばれ、プロデューサーや重役らに大きな印象を与え、 パイロット番組を作った結果彼女の演技が最も適していた。フルハウスに出演中、キャメロンはいくつかのテレビ映画でも役をもらった。シー・クライド・ノー・ナイト・スクリームに続き、ノー・ワン・ウッド・テルでの虐待された重大役などを演じた。フルハウス終了後は、やはりコメディやシットコムでの出演が多かったが、出産に伴いしばらくの間映画やドラマの仕事を断り、 家族や子供のために時間を作った。その間、キャメロンは少ないながら、アイラブザ 80S 等のコメンテーターとしてなど、いくつかのテレビ番組にも出ている。2007年、ディズニーチャンネルのシットコム、霊文見えちゃって超大変。で、主人公霊文の歴史の教師役を演じた。この頃からキャメロンは再びドラマや映画への出演を増やしている。 2009年から2012年にかけて ABC ファミリーで放送されたテレビドラマ飛べロックガールズメダルへの誓いでサマー役を演じた2014年にはリアリティ番組ダンシングウィズザスターズの第18シーズンに出演したそして2016年にはフルハウスの続編フラーハウスで約20年ぶりに DJ 役を演じた 1996年6月22日、プロアイスホッケーリーグ所属のワレリー・ブレと結婚した。フルハウスで共演したデーブ・クーリへの紹介であった。1998年にはアイスホッケー選手として長野オリンピックに参加した夫の応援のために来日している。3人の子供、ナターシャ・ブレ、レフ・バルリビッチ・ブレ、マクシム・バルリビッチ・ブレを設けた。なお、 ナターンシャは2016年にニューヨークコレクションにモデルとして登場したほか、オーディション番組ザ・ボイスへの出演でテレビデビューを果たしている。ありがとうございます。